こんにちは、あつもんじゃです。今日はライオンと掃除機フルボトルをキラキラメッキっぽくします。前回のファイアーヘッジホックの続きです。まずはライオンフルボトルです。出しました。いつものようにキャップですね。これをつけて完成です。なんかですね、このでっかいライオンの顔を見るとですね、仮面ライダービーストを思い出します。このこれとかでしょうかね。なんかこれとか、まあこれはこのフルボトルはですね、デラックス版の方だとバイク付きで高くなっているので貴重ですよね。次は掃除機フルボトルです。出しました。キャップをつけて完成です。相変わらず掃除機フルボトルはここの本体の部分が太いですよね。なんかこの吸い込んでる様子がなんか大きにも見えなくもないです。それではですね、早速音声確認します。振ってからいっちゃいきますね。これは最初に掃除機のスイッチ入りましたね。あと太鼓の音もして結構かっこいいです。そしたらですね、一応いつもの必殺技ですね。それではですね、早速塗装しますね。まずはネジを4本外しました。これ中身めっちゃ切れそうですもんね。分解しますね。おお、これはガンプラのあのメッキの代わりのやつですかね。あれですね。こんな感じになりました。そしたら次は掃除機です。これをネジを外したのでいけますね。これ綺麗ですよね。これ、中めっちゃ濃いですこれ。こんな風になりました。そしたらいつものようにダンボールにパーツをセットして、スプレーを30秒振って、窓を全開にしてマスクをします。めっちゃ寒いです。今回はですね、ライオンなので、ちょっと久しぶりにですね、シルバーじゃなくて、ゴールドの方、ちょっと使いますね。キャンドゥの100円のラッカースプレーです。いきますね。ファー！それではですね、反対側です。そしたら次はいつものシルバーで塗装します。反対側です。段ボールの上で乾かしますね。そしたらですね、乾くのを待ってる間にこの総動のですね、縦紙サイクルの方ちょっと塗装しようと思います。掃除機の部分は第1弾で塗装したので、ライオンの部分を塗ればいいですよね。そうですね、まずはやっぱりなんといってもライオンの目ですよね。ここはですね、細かいのでマッキーの赤の細い方ですね。これでちょっと慎重に塗りました。そしたら次は腕のこの黒い部分ですね。ここもですね、割と細かいのでマッキーの黒の細い方でちょっと慎重に塗った方が良さそうですね。反対側も塗って、あと鼻も塗りました。そしたらですね、あとはここの腰のところのゴールド塗りますね。ガンダムゴールドで塗りました。そしたらですね、このライオンの腕なんですけど、よく見たらですね、明るいゴールドと
と暗めのゴールドの2種類の色が使われてるんですね。ということはですね、まずライオンの付け根のところのここを明るめにしますね。あー、こっちと大体同じになります。よかった。あとはですね、この肩アーマーの後ろ側が塗られてなかったのでここも塗りました。そしてライオンの顔の部分ですね、これも明るい方のゴールドなのでちょっと塗りますね。塗りました。ちょっと分かりにくいですけど、一応色が変わってます。あとでね、肩アーマーの濃いゴールドの部分をダイソーのペイントマーカーのゴールドで塗ると良さそうです。ですね、ダイソーのペイントマーカーで塗ってたらですね、ちょっと微妙だったのでキャンドゥの方のペイントマーカーで塗ったら綺麗に塗れました。まあ、ただですね、まあ、ここの濃いゴールドみたいにはならなかったですけど、まあ、これちょっとしゃあないですね。あとはですね、後ろのとこガンダムゴールドで塗りました。あとはですね、今回ですね、もうフルボトルの方もちょっと塗りました。というわけで完成です。そしたらですね、そろそろ乾いたので組み立てます。まずはライオンですけど、あ、これちょっとなんか透けてますね。ちょっとスプレーが足りてません。これめっちゃ綺麗です。うー、あー、そうだ、中身が、中身のこれ、これもいいですよね。こっち、あれ、よし、よし。で、した。OK。ネジ4本止めました。いやー、これめっちゃかっこいいです。本物のメッキみたいですね、これ。くぅ、輝きがいいですよね。そしたら掃除機ですけど、これ、お、中身。あ、そして、あ、これ。で、これがですね、これ向きがあるんですよね。あ、おぉ、一発で。よし。よいしょ。で、これ。おお、なかなか綺麗です。で、下、上、ネジをつけました。そしたらですね、ここですよね。以前ですね、掃除機のこの辺を塗るときに、最初に緑を塗って、その後に水色を塗ると、これに近くなったんですよね。これが確かあんまり緑をいっぱい塗ると良くなかったんですよね。適当に塗ってその上に水色を塗りますね。おー、あ、近いですよね、これ。これ近いです。うわー、塗りました。そしたら今度はちょっとここの部分ちょっと塗りますね。塗りました。そしたらですね、残りも塗りますね。適当にばらけさせて緑を塗るといいです。この混ざり具合がいいんですよね。くぅ、できました。今回はなかなか出来がいいんじゃないかなと思います。2つ並べるとこんな感じです。全部並べるとこんな感じです。それにしても最近ちょっと新発売の商品が多いですよね。ちょっとレビューが全然追いついてないです。本当はもっといろいろやりたいことあるんですけどね。一日に何個も動画出せる人すごいですよね。なかなか難しいですけど、頑張ります。というわけで、ライオンと掃除機のフルボトルをキラキラメッキ風にしてみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。